心の底からやりたいと思わないならやめとけ。はい、皆さんおはようございます。今日は4月7日娘の入学式です。今年はいろいろコロナで問題になっていて、入学式もちょっと厳しいかなと思ってましたけども、なんとか無事入学式の方は行えそうなので楽しみに見に行きたいと思います。それではまた。新入生代表、藤原かたる。Thank you.
ということで無事入学式行ってまいりました。コロナでどうなるかちょっとわからなかった入学式でしたけども、無事先生たちの協力のもとできたということですごく感謝いたします。これから3年間娘の成長を自分も楽しみながら過ごしていきたいと思います。それではまた。